ツインレイの男性はどんな愛情表現をするのか気になる。他にも永遠の愛の特徴ってどんなものなの？ツインレイの男性がどんな愛情表現をするのか気になる方も多いでしょう。彼らがどんな風に愛を示すのか理解したいと思っている方もいるでしょうね。彼からの猛アタックはツインレイとしての愛情表現で嬉しいけど本当なの？という疑問も生まれるかもしれません。では、ツインレイ男性の愛情表現や永遠の愛の特徴について掘り下げてみましょう。これらの要素を踏まえながら、ツインレイの愛情表現や永遠の愛の特徴について深く理解していくことが、関係をよりよく築いていく一歩となるでしょう。ツインレイ男性の愛情表現の一つは、出会って即アプローチしてくることです。ツインレイは女性よりも男性が早く気づく傾向があり、出会った瞬間にツインレイだと気づくことがあります。そのため、ツインレイ男性は出会った瞬間から、機会や状況にとらわれずにアプローチし、あなたに気づいてもらおうとします。ツインレイ男性は、あなたを見た瞬間に、特別な感情を抱いているかもしれません。そして、すぐにこの人と付き合って結婚して、生涯を共にすると心に決めていることもあります。ツインレイ同士であれば、初対面の熱狂的なアプローチに戸惑うこともあるかもしれませんが、時間をかけて、ツインレイ男性の魅力に気づくことが期待されます。初対面での積極的なアプローチに引いたり、不信感を感じたりするかもしれませんが、ツインレイ同士であれば、その気持ちを乗り越え、お互いの魅力を理解できる時が訪れるでしょう。もし初対面での猛アピールに出会ったら、それがツインレイの可能性があるかもしれません。ツインレイ男性の愛情表現の二つ目は、繰り返し愛を囁くことです。ツインレイ男性は、あなたに対して何度も愛を伝えてくるでしょう。どんどん愛が溢れてしまうため、LINE や直接会った時には、愛の言葉や態度で何度も愛を伝えてくることがあります。この愛を受けることは非常に嬉しく、自分に自信を持つきっかけになります。ツインレイ男性の愛を受けることで、あなたはより魅力的な女性へと成長し、愛されている安心感に満ちた日々を過ごすことができるでしょう。愛を伝え合う仲になれば、魂の統合が順調に進むことが期待されます。ツインレイ男性からの愛情表現を受け入れ、お互いに愛を伝え合うことで、深い結びつきを感じるでしょう。ツインレイ男性の愛情表現の3つ目は、ツインレイ女性をじっと見つめることです。ツインレイ男性は、あなたの存在が愛おしくてたまりません。彼は常にあなたのことを見て、目に焼き付けておきたいという思いがあります。あなたを見ることでツインレイ男性は幸せを感じていることでしょう。初めて視線を感じると、ツインレイ女性は戸惑うこともあるでしょう。理由を尋ねても曖昧な返答で不思議な感覚を覚えることもあるかもしれません。しかし、ツインレイ男性にとってはこれが最大級の愛情表現なのです。彼の視線も愛に満ち溢れているため嫌な感覚ではないでしょう。視線が合うことが多いなら、彼はあなたをずっと見つめているかもしれません。彼と目が合ったら、無視せずに笑顔で答えることが、ツインレイ男性の喜びとなります。ツインレイ男性の愛情表現の4つ目は、自分のありのままの姿をさらけ出してくれることです。ツインレイ男性は、隠すことなく、自分のありのままの姿をあなたに伝えてきます。魂でつながったツインレイ同士は、お互いを信頼できる存在です。ツインレイ男性は、どんな自分も受け入れてほしくて、あなたが受け入れてくれるだろうという安心感を感じています。通常は他人に全てをさらけ出すことは難しく、勇気がいりますが、ツインレイ同士であれば、心配入りません。ツインレイ男性は、どれだけ自分をさらけ出しても、ツインレイ女性に受け入れられると信じています。彼の中には、自分に弱い部分を見せることで、ツインレイ女性に対して、深い信頼を感じていることがあります。例えば、仕事で落ち込んだ時に彼が弱い一面を見せてくれた場合、それは彼が心からあなたを信頼している証拠です。ツインレイ男性からのこの愛情表現を理解し、彼を優しく支えてあげることが大切です。ツインレイ男性の愛情表現の5つ目は、ずっと一緒にいてくれることです。ツインレイ男性は、ツインレイ女性を愛しており、どんな時間も共有したいと考えています。彼はできる限りあなたとの時間を増やし、一緒にいることに努力します。もちろん、仕事の都合や予定により、現実的になかなか会う時間を作れないこともあるでしょう。それでも休みの日は、ツインレイ女性との時間を大切にし、合間で連絡をくれたりと、
寂しい思いをさせないように努めます。ツインレイ女性にとって、どんな状況でも自分を一番に考えてくれている姿勢は感動的でしょう。彼が忙しい中で会える時間があれば、深い関係を築くためにも積極的に歩み寄ることが重要です。同様に、彼が時間を作ってくれた際には感謝の言葉をしっかり伝えましょう。ツインレイ同士は言葉を使わずに感じることができると言われていますが、感謝の気持ちを言葉にすることで彼もより喜ぶことでしょう。ツインレイ男性の愛情表現の6つ目は、話をよく聞き共感してくれることです。ツインレイ男性はツインレイ女性の話をよく聞いて共感してくれることがあります。ツインレイ男性はツインレイ女性の長所と短所をすべて愛しており、どんなあなたでも知りたいと思っています。そのため、あなたの話に興味を持ち、常に真剣に前のめりに聞いてくれることでしょう。話しやすさとともに、ツインレイ男性の聞き手としての姿勢が感じられます。ツインレイ同士は前世で一つの魂だったことがあり、物事の考え方や感じ方が似ている傾向があります。このため、話をしていて共感する部分が多くあります。彼が共感してくれることは、無理やり合わせているのではなく、ツインレイ同士のつながりから来る自然な共感なのです。ツインレイ同士はお互いにとって心地よく楽しい時間を共有できることでしょう。会話を楽しむだけでなく、時折彼の意見にも共感を示すことで、より深い絆を築く手助けとなります。ツインレイ男性の愛情表現の7つ目は、いつでも味方でいてくれることです。ツインレイ男性は前世からつながっているため、その絆が途絶えることはありません。彼は世界中が敵になろうとも、絶対にあなたの味方をしてくれるでしょう。周りの声や反対に左右されず、ツインレイ女性が最優先の存在です。この深い愛情は、ツインレイとしての魂のつながりから生まれています。ツインレイ男性が生きている限り、あなたは決して孤独を感じることはありません。彼の大きな愛に包まれているのです。困難な状況や辛い時には、ツインレイ男性が必ず味方となってくれることを心に留めておきましょう。同様に、彼が助けを求めた際には、あなたも積極的に支えることが大切です。ツインレイ男性の愛情表現の8つ目は、よく体の結びつきを求めることです。ツインレイ男性は、魂のつながりだけでなく、体の結びつきも求めることがあります。はじめは頻繁に体の結びつきを求められることがあり、これが不安材料になるかもしれません。しかし、これはテレパシーにより、性欲が高まっているためであり、体目当てではありません。むしろ、彼はあなたを心から愛しているからこそ、愛情を全身で表現したいと思っているのです。時間が経つにつれて、体の結びつきが落ち着いてくることもありますが、これは、愛情が冷めたわけではありません。性欲が減少しても、彼があなたを心から愛していることは変わりません。過度な心配はせず、お互いの関係を深めていく過程に、焦点を当ててください。ツインレイ男性の愛情表現の9つ目は、自分も愛して欲しがることです。ツインレイ男性は、自分に自信がないことが多いため、自分への愛情も、求めてくることがあります。彼は心からツインレイ女性を愛していますが、自分への愛が伝わっているかどうかが不安となります。時には僕のこと好き？や、どのくらい好き？といった愛情に関する質問が出ることもあります。これは自信のないツインレイ男性が、改めて言葉で確かめたいという気持ちから来ています。ツインレイ女性は、愛情が伝わっているものの、言葉で確認することで、安心感を与えることが重要です。面倒に感じることなく、愛情をしっかりと伝えることが、お互いの信頼を深めます。ツインレイ男性の愛情表現の10つ目は、心配して注意したり叱ったりしてくれることです。注意や叱ることが、マイナスイメージに感じられることもありますが、これはツインレイ男性が、あなたを大切に思っているからこその行動です。彼はあなたを守りたい気持ちから、間違ったことをしていると感じた時には、きちんと叱り、教えてくれるでしょう。注意されると、不機嫌に感じることもあるかもしれませんが、それはあなたのためを思っての行動。ツインレイ男性が注意や叱りを通して示すのは、深い愛情の表れです。このような彼の愛情表現も大切にし、お互いの成長につなげていきましょう。ツインレイ男性と、これから先一緒にいたいと思い、愛の深め方についてどうすればいいのか、気になる人もいるはずです。そこでツインレイ男性との、永遠の愛の深め方として、大切なことが3つあります。
ツインレイ男性との永遠の愛を深めるためには、精神的な自立が重要です。依存や執着ではなく、お互いの成長を促進し、刺激し合うことで深い愛が芽生えます。自分自身の成長に焦点を当て、お互いに尊重し合いながら進化していくことが、より強い絆を築く秘訣となります。ツインレイ男性との永遠の愛を深めるためには、見返りを求めずに、相手の幸せを心から願うことが欠かせません。無償の愛が結びつきを強め、自分が求めるのではなく、相手を大切に思うことで、より深い結びつきが生まれます。相手の幸せを第一に考え、愛を分かち合うことで、魂の統合が進みます。ツインレイ男性との永遠の愛を深めるためには、お互いの信頼を築くことが不可欠です。ツインレイ同士は、強いつながりを持っており、お互いを信じ合うことで絆が一層深まります。相手を理解し、共感し合い、信じることで、心の中で強く結ばれた愛が育まれ、未来への道を共に歩むことができます。ここまでツインレイ男性の愛情表現と永遠の愛の特徴について詳しくお伝えしてきました。ツインレイ男性は積極的に愛情表現をし、その特徴として一切の見返りを求めない純粋な愛があります。そのため、すぐに彼らの愛情表現に気づくことができ、お互いにとって特別な存在であることを感じるでしょう。魂で結ばれたあなたとツインレイ男性は、お互いにとって不変の存在であり、その絆は時間や空間を超えて続いていきます。彼らの愛は見返りを求めず、深い精神的な次元で結びつきます。時には愛情表現が難しい一面もあるかもしれませんが、その姿も含めて受け入れ、愛してあげることが大切です。悩んだ際には、今回ご紹介した内容を参考にしてみてください。ツインレイ男性との愛は独自の形を持っていますが、互いを理解し合い、信じることで、より深まることでしょう。今後も二人の魂の統合が、順調に進むことを祈っています。今日は、ツインレイの男性が感じる、一途な愛の表現や、愛し方についてお話ししていきます。ツインレイとは、運命の相手とされる、特別な関係を指します。ツインレイ男性が、他の男性と異なる何かを感じさせるのは、一体何でしょうか？ツインレイ男性の愛情表現は、通常の恋愛と微妙に異なるため、理解しづらいと感じる女性もいることでしょう。しかし、ツインレイ男性の行動は、深くツインレイ女性を愛しているからこそのものです。彼らの愛の表現や、気持ちをしっかり理解するためには、その行動をじっくりと観察することが必要です。そこで今回は、ツインレイ男性の特徴的な愛の表現や、愛し方についてお話ししていきます。ツインレイにまだ出会ったことがない方も、ぜひ参考にしてみてください。このチャンネルでは何度も話している通り、ツインレイとは、運命の相手とされ、この世でただ一つの自分の魂の片割れを指します。一つの魂が生まれた時に二つに分かれ、ツインレイは、そのもう一方の魂なのです。出会った瞬間から惹かれ合い、愛し合い、再び一つになるという運命に縛られています。ツインレイ同士は、一つの魂に戻るために、深く結びついていく関係です。ツインレイは運命の相手であり、お互いにとって唯一無二の特別な存在です。魂の片割れ同士なので、どんな条件でも惹かれ合ってしまいます。年の差や年収、住んでいる場所の遠さ、既婚であるかどうかなど、通常の条件を超越してお互いを引き寄せます。ただし、ツインレイ男性の愛情表現は、通常の恋愛と微妙に異なり、女性にとっては、理解しづらいこともあります。そこで、ツインレイ男性の気持ちや、愛の表現愛し方の特徴について、ここから詳しくお話ししていきます。1. 愛情を言葉にできない。ツインレイ男性は、ツインレイ女性との出会いから、非常に深い愛情を感じることがよくあります。初対面の際には、言葉で愛情を表現することもある一方で、多くのツインレイ男性は、愛情を言葉にせず、行動で示します。彼らは相手を大切にし、忙しい中でも会う時間を捻出したり、困難な時には、自分のことを後回しにしてサポートしてくれたりします。また、出会う前は、仕事や友人との遊びを優先していた男性も、ツインレイ女性との関わりが深まるにつれて、恋愛を優先するようになることがあります。愛情が言葉になくても、彼らの行動をよく見れば、その深い愛情が伝わってきます。2. 愛されすぎて怖くなる。
ツインレイ男性はツインレイ女性との関係が非常に深いため、その愛情に対して恐れを感じることがあります。彼らの頭から相手が離れないほどの強い思いが逆に傷つけたり失ったりすることを恐れさせることがあります。ツインレイはもともと一つの魂が片割れになった経験から失うことへの恐怖を無意識に抱えていると言われています。このためツインレイ男性は愛を怖がることがありますが、逆に言えば相手よりも先に愛の存在になることで関係が安定しやすくなります。ツインレイの統合はまず自分が愛の存在になることに焦点を当てることで成り立つものであり、相手との関係よりもまずは自分自身に注力することが重要です。ツインレイ男性は愛を学ぶために現れた素敵な存在であり、自分次第で深い絆を築くことができる素晴らしいパートナーとなります。 3. メンタルが不安定になる。ツインレイ男性はツインレイ女性と出会うと、その優しさゆえに心が非常に繊細になります。ツインレイ女性も心が繊細になる傾向がありますが、ツインレイ男性は特に気持ちが繊細になりやすいとされています。男性は一般的にメンタルが弱いとされることから、ツインレイ男性も傷つきやすく、感受性が豊かでうじうじとした気持ちになることがあります。ツインレイ女性はそんな時には彼を理解し温かく見守ることが大切です。 4. 目の前では素直になれない。ツインレイ男性は繊細な性格と相まってプライドが高まりがちです。例えば悲しい思いや辛い経験をしていても、プライドが邪魔をしてなかなか自ら感情を表現することがありません。特に高嶺の花と思われるツインレイ女性の前では本音を隠すことがあります。実際は寂しかったり会いたかったりする気持ちを伝えることができないこともあります。ツインレイ男性はプライドが高い一方で、内心では相手に対して深い感情を抱いており、たとえ素っ気ない態度をとっていても心の中で相手との絆を大切に思っています。相手も同様です。 5. 自分の魅力に気づいていない。一部のツインレイ男性は自分からアプローチを積極的にしてこないことがあります。自分に自信がないため、ツインレイ女性にアプローチをすることに対して抵抗を感じ、その気持ちを内に秘めることがあります。また深い愛情をツインレイ女性から受け取ることに対する自信がなく、その恐れから逃げ出してしまうこともあります。ツインレイ女性からの未知の深い愛情に対して理性が崩れ、恐怖を感じることがあります。この自己評価の低さや不安は、前世での別れの経験などが影響している可能性も考えられます。理解とサポートが重要です。6. 頭の中で常に思う。ツインレイ男性は、ツインレイ女性に対して常に深い熱い思いを抱いています。一目惚れのような強烈な感情で、これまでに経験したことがないほどの衝撃を受けることがあります。魂レベルでツインレイ男性は、ツインレイ女性が、ツインレイであることに気づくことがよくあります。彼らはツインレイという言葉を知らないまでも、魂のレベルでお互いを認識していると言えます。だが、嫉妬深く独占欲を持っているツインレイ男性は、感情が強い一方で、頭の中では強い独占欲をツインレイ女性に抱いていることがあります。自分だけと話をしてほしいといった強い束縛を発揮することもあり、その理由はツインレイ男性がせっかく出会ったツインレイだから話したくないという気持ちから来ているようです。彼らは相手をしっかり把握しておかないと、何かあった時に助けられないと考えがちです。このような思いはツインレイ男性自身が自覚していないことがほとんどです。ただ、嫉妬や独占欲といった感情が存在することで、二人に試練が訪れることもあります。しかし、嫉妬や独占欲が強いからこそ、ツインレイ男性は一途であり、浮気をすることはほとんどありません。彼らは相手に対して真剣な愛情を抱いているため、一途な態度を貫いています。ただし、時折ツインレイ女性の愛情を試すため、他の女性に優しくしたり、駆け引きを仕掛けることがあるかもしれません。しかし、本気で浮気をする場合は、偽ツインレイ男性の可能性も考えられます。ここからは、繊細なツインレイ男性の愛情の返し方を紹介します。それは、あなたの魂の成長、さらに無償の愛をも手に入れることにつながります。あなたの愛情を目いっぱい伝えるために、ツインレイ男性が求めている愛情表現を学びましょう。1. 支えてあげる。ツインレイ男性は、ツインレイ女性を守ったり、
喜ばせるために頑張りすぎて疲れが溜まりがちです。彼の疲れを癒すためには、彼の話を聞いたり、体をマッサージしてあげることが有効です。あなたの愛情が彼に届くことで、彼は仕事に対して、さらにやる気を出すことができるでしょう。私が彼を支えなくてはならないという気負いではなく、疲れを取ってあげることを心がけましょう。ツインレイ男性は、ツインレイ女性の笑顔に癒されることが多いので、彼の前では、笑顔を大切にしましょう。2. 口を出さずに守ってあげる。ツインレイ男性は、多くが不器用な性格を持っています。責任感が強く、ツインレイ女性を幸せにしようと、日々頑張っていますが、その不器用さから、うまくいかないこともあります。彼が傷つき自信を失う瞬間には、心を開いて、彼の不器用で、まっすぐな愛を受け入れましょう。ツインレイ男性は一途なので、無理に束縛する必要はありません。ありのままの彼を受け入れ、ダメな部分も含めて愛し、見守ってあげることが大切です。3. 寛大な心で救ってあげる。ツインレイ女性と出会う前、ツインレイ男性は、繊細で孤独を抱え、ネガティブな毎日を送っていました。しかし、あなたとの出会いにより、彼は愛情に包まれ、成長しようと努力するようになります。彼の過去の苦しみや不安を理解し、広い心で受け入れることが重要です。あなたが彼に対して、素直で開かれた態度を示すことで、彼は自信を持つきっかけとなります。感謝の気持ちを言葉にし、いつもありがとうと伝えたり、愛しているよと、率直に気持ちを伝えることで、お互いの絆が深まるでしょう。広い心で彼を救い、共に歩む中で、より強固なツインレイ関係を築いていくことが大切です。ツインレイ男性は、その一途さによって、あなたを無償の愛で包み込んでくれます。彼は誠実であり、嘘をつくこともありません。愛ゆえに時には叱り、あなたを優先してくれる存在です。彼が不器用であり、シャイな一面があるため、愛情表現がわかりにくいことがありますが、その特徴を理解することで、彼からの愛情を感じることができるでしょう。愛情が感じられない場合は、ツインレイの段階による愛情表現の変化かもしれません。彼を理解し、信じて見守り、そして愛情を返していくことを心がけてみてくださいね。二人の絆が深まり、穏やかな幸せが共有されることを願っています。ツインレイ同士が出会った時、どんな気持ちになるの？ツインレイ男性の本音。知りたい。ツインレイ男性が本音を隠す理由って何？スピリチュアルに興味がある方や、すでにツインレイと出会っている方々は、こうした疑問を抱いたことがあるのではないでしょうか。この動画では、ツインレイ男性がツインレイ女性に出会った時の感動と、その裏にある理由、そしてツインレイ男性が隠している本音について、わかりやすくお伝えしていきます。ツインレイとは、前世で一つの魂だった相手を指し、言い換えれば、運命の相手とも言える存在です。ツインレイに出会った瞬間、ツインレイ男性が受ける衝撃は非常に予測しやすいことでしょう。実際、ツインレイ男性はその出会いに多くの感動を受けることがあります。ツインレイ男性がこの衝撃を受ける理由は様々です。運命の相手との出会いによる喜びに加えて、依存や焦り、嫉妬心などのネガティブな感情が芽生えることもあります。しかし、これらの感情も成長と理解につながる重要な要素です。まず、ツインレイ男性が受ける衝撃の理由を紐解いていきましょう。ツインレイ女性が今までの女性と別格だから、ツインレイ女性との出会いは他のどんな女性よりも魅力的で心を惹かれるものです。魂の伴侶としての出会いは非常に印象的であり、そのインパクトは大きいです。初対面で感じる強い引力や惹かれる感情は、ツインレイ同士の独特なつながりの始まりです。偶然の場所でのドラマティックな出会いが多いことも、この瞬間を特別なものにしています。スピリチュアルに目覚めるから、ツインレイとの出会いは、スピリチュアルな力に目覚めるきっかけとなることがあります。以前は全く関心がなかったスピリチュアルな体験が増え、前世の記憶が蘇ったり、直感力が高まったりすることがあります。これらの不思議な経験は、ツインレイ男性にとって、驚きと興奮をもたらします。感じたことのない胸の痛みに襲われる。ツインレイ男性がツインレイ女性に出会うと、もう一緒にいたくてたまらないという気持ちから、ツインレイ女性に対して、強い執着心を抱くことがあります。同時に、
ツインレイ女性が他の人にも親切である場面を見て嫉妬心が芽生えることもよくあります。これらの感情はツインレイ同士がお互いに強く惹かれているからこそ生まれるものであり、ツインレイ男性は自分でもコントロールしきれないほどの強い感情に戸惑うことがあります。愛に恐怖を感じてしまう。ツインレイ同士は魂の片割れであり、そのためお互いに強く惹かれ合うことがあります。この深い愛によってツインレイ男性は時折恐怖を感じることがあります。ツインレイ女性から受ける愛の大きさに圧倒され、どのように応えていくべきか悩む瞬間が生まれるのです。ツインレイ男性自身も同様に強い愛情を抱いていますが、その愛が大きいからこそどう向き合っていけばいいのか戸惑うことがあります。恋愛において恐れる感情が交錯し、自身の感情と向き合いながらツインレイとの関係を築いていくことが求められるのです。内気な人が多いツインレイ男性なので、思ったことを正直に言葉にすることは少ないでしょう。心から大切にする女性だからこそ本音が言えない部分もあるのです。ここではそんなツインレイ男性の隠れた本音について説明していきます。人生最大の出会いだと感じているツインレイ男性はツインレイ女性との出会いを運命の瞬間と感じています。彼らは一緒にいることで共通点が増え、ツインレイ女性が独自で特別な存在であることを強く実感します。実際の出会いもドラマティックで、奇跡的な状況や感動的な瞬間が多いようです。魂レベルで引き寄せられたと感じるツインレイ男性は、魂のレベルでツインレイ女性を求めており、前世からの縁を感じながら次に出会ったら絶対に離れたくないという気持ちを抱いています。実際に出会うことでツインレイ女性との共感や一緒にいることの成長に対する満足感がさらに強まり、ツインレイ男性は深く愛情を抱くようになります。その結果、彼らは絶対に離れないとの強い決意を持って行動し、ツインレイ女性に寄り添います。嫌われることに恐怖を覚えるツインレイ男性は、前世での離れ離れの経験からツインレイ女性との大切なつながりを守りたいという強い欲求を抱いています。ツインレイ女性を傷つけることを恐れ、彼らの優しさと遠慮が現れる行動につながります。そのためツインレイ男性はツインレイ女性に対して慎重に接し、時には自分の感情に正直になることでより深い絆を築いていくことが重要です。自分だけを見ていてほしい、ツインレイ女性の愛情が周囲に向けられるとツインレイ男性はどうしようもない嫉妬心に襲われます。この感情は自身のコントロールが難しく、嫉妬の対象は男性だけでなく同性やペットなど広がり、自分だけを見てほしいという独占欲が強くなります。先ほど話したように、様々な衝撃を受けるツインレイとの出会いですが、衝撃を受けたツインレイ男性はどのような行動を取るのでしょうか。基本的に多くはツインレイ女性が特別で大切だからこそ受ける衝撃であるため、愛情が強いがゆえに起こす行動がほとんどです。ここからは本音を悟ったツインレイ男性が起こす行動について説明していきます。積極的に愛を伝えてくるツインレイ男性は、ツインレイ女性への深い愛に駆られ、時折積極的で衝動的なアプローチをすることがあります。これは彼らが自覚していっているわけではなく、単純にツインレイ女性に対する熱い気持ちから生まれる行動です。周囲はその強烈なアプローチに驚くこともありますが、ツインレイ女性は彼らの熱情を受け取ることができます。エネルギー変化が起きる。ツインレイ男性とツインレイ女性が出会うと、お互いのエネルギーが交換されることがあります。この突然のエネルギー変化に対応できず、体調不良になることがあります。さらにツインレイ女性との出会いが原因で、プライベートや仕事が充実し、忙しくなることも体調不良の要因となり得ます。またツインレイ同士の魂のつながりにより、一方が体調を崩すと、もう一方も共鳴して同様に影響を受けることがあります。深い苦しみを感じるツインレイ同士は、魂がつながっているため、お互いの考えや感情を不思議なほど理解し合うことがあります。このつながりにより、これまで抱えていた寂しさや隠していた感情が表面化しやすくなります。ツインレイ男性はツインレイ女性に対して全幅の信頼を寄せ、隠し事をすることなく素直な気持ちを表現することがあります。彼らの行動には大きな愛が宿っており、ツインレイ女性はその大きな心で受け止めることができるでしょう。連絡をやめてしまうツインレイ男性は、ツインレイ女性に対して
深い愛情を抱きます。その愛情の大きさに驚きながらも、女性を幸せにできるのか、自分の愛情が大きすぎておかしくなるのではないかという不安や恐怖を感じることがあります。このような感情から、彼らは自らの安定やツインレイ女性への配慮から一時的に離れる決断をすることがあります。突然の連絡の途絶には、ツインレイ男性が女性を避けているのではなく、むしろ彼ら自身が抱える葛藤や不安から来るものであることを理解しておくと良いでしょう。ずっと一緒にいようとするツインレイ男性は、ツインレイ女性に対して強く惹かれ、一緒にいることが当然であると感じます。仕事や予定の都合で離れなければならない時もあるかもしれませんが、それでも彼らはできるだけ一緒にいたいと思います。ツインレイ同士の関係は、自然で違和感がなく、一緒にいることが喜びとなります。女性としては、男性が一緒にいたいと感じることが、彼の深い愛情の表れと捉えられるでしょう。お互いの魂がつながっていることで、一緒にいることが自然で心地よいものとなります。ツインレイとは、運命の相手として理解され、共に歩む人生には、困難や苦しみがないかのように思われがちです。お互いを深く理解し合い、高め合える存在として、素の自分を受け入れ合える点が魅力的です。しかし、ツインレイの関係には、魂の成長を促すためのサイレント期間や、相手の魅力から生まれる嫉妬など、乗り越えるべき困難も存在します。これらの負の感情に立ち向かうことが、時に辛く感じられることもあります。ただし、これらの困難を乗り越えれば、間違いなく運命の相手であるツインレイとの関係は、唯一無二のものとなり、大きな幸福が待っています。この動画を通じて、ツインレイ男性の本音を理解し、より良い関係を築いていく手助けになれば嬉しいです。彼との素晴らしい旅路を共に歩んでいくことで、新たな幸せが広がることでしょう。ツインレイ男性とツインレイ女性が出会った時、本音をなかなか伝えないことがあります。これが原因で不安に感じる瞬間もあるでしょう。ツインレイ男性が抱く本音には、愛情や不安など、様々な感情が交錯しています。好きすぎてゆえに、言葉にできない気持ちもあるのです。では、ツインレイ男性の本音や、彼らの本当の気持ちを知る方法に焦点を当てて、わかりやすく解説していきます。離れたくない、ツインレイ女性とのつながりは、もともと同じ魂から生まれたもの。現実の世界でお互いに分かれ、ツインレイ男性とツインレイ女性が誕生しました。ですから、彼にとってツインレイ女性と再会する瞬間は、長い時を経ての嬉しい再会なのです。心の奥底では、ついに再びツインレイ女性に巡り会えたことを喜び、ずっと一緒に過ごしたいという思いが強くあります。もうこれ以上、彼女から離れたくないと感じているのです。嫌われたくない。ツインレイ女性との関係は、ツインレイ男性にとって大切で特別なもの。彼女が嫌いになってしまうことは、まるで一部を失うような辛さがあります。だからこそ、ツインレイ男性は、彼女に嫌われることをとても恐れています。大切に思うからこそ、別れが訪れた場合に、どう対処すればよいかという不安が、彼の心を揺さぶっているかもしれません。しかし、彼の真剣な気持ちが伝わるように、お互いの絆を深めていくことで、不安を乗り越え、より強固な関係を築いていけるでしょう。心の底から愛している、ツインレイ男性は、ツインレイ女性に対して、深い愛情を抱いています。これは、これまでの人生で感じたことがないほどの感情であり、彼にとって特別な存在です。ツインレイ同士は、お互いにとって、唯一無二のパートナーであり、彼はツインレイ女性との関係で初めて愛を、知ったかのような感覚を抱いています。彼女は、これまで出会ったどんな女性とも異なる存在だという確信を持っています。奇跡のような運命を感じている、ツインレイ男性にとって、ツインレイ女性との出会いは、奇跡のような出来事です。この出会いには、運命の赤い糸が絡まっているようで、やっと出会えた、という感動が彼を満たしています。普段は運命を信じないと言っていた男性であっても、ツインレイ女性との出会いだけは違うようです。この出会いが、彼の人生において、本当に特別で、根本的に変化をもたらしたと感じているようです。誰よりも大切なで、失いたくない存在。ツインレイ女性は、自分にとって、何よりも大切な存在であり、まさに自分の片割れ。彼にとって、彼女との絆は、他のどんな縁よりも深く、離れたくないという思いが強くあります。その重要度は一番優先されており、彼は、
ツインレイ女性との結びつきを大切にし、他の人々との縁を断つことも厭いません。彼の情熱的な気持ちが、ツインレイ女性との結びつきを一層強固にしています。他の男に触れられたくない。ツインレイ男性は、自分がツインレイ女性を思うほどに、同じくらいの愛情を受けたいと考えています。ツインレイ女性が他の男性と親しくしていたり、話していたりすると、時折嫉妬心が湧いてしまうこともあります。これは、ツインレイ男性が彼女の愛情を独り占めしたいという願望から生まれるもので、時には大きな嫉妬心に変わることもあるでしょう。ただし、これはツインレイ男性が彼女に対する愛情の表れであり、彼女を大切に思っているゆえの感情です。彼は気持ちをコントロールするためにも、お互いのコミュニケーションを大切にし、共に成長していくことを望んでいます。ツインレイ男性は、ツインレイ女性に対して、非常に深い愛情を抱いています。しかし、時折彼がその本音を隠してしまう理由は、いくつかの要因が絡み合っていることが考えられます。ここからは、ツインレイ男性が本音を言わない理由について考えてみましょう。言葉にしなくても伝わると思っている。ツインレイ同士は、言葉を超えたコミュニケーションが時折起こります。ツインレイ男性は、気持ちがテレパシーのように伝わることを信じ、特別な言葉を使わなくても、自分の気持ちはツインレイ女性に伝わっているだろうと感じています。ただし、この信念から来る誤解もあるかもしれません。自分の本音を明かさないことで、ツインレイ女性が不安に感じることに気づいていない可能性があります。大切に接したいと思っている。ツインレイ男性は、ツインレイ女性から嫌われることを心配しています。そのため、慎重に接することで、相手を傷つけずに済ませたいと願っています。深い愛情を抱いている一方で、感情をすべて表現することで、相手が驚いてしまうのではないかという不安も抱えているようです。彼はツインレイ女性を大切に思い、より良い関係を築くために、慎重な態度をとっているのです。嫉妬心を隠している。ツインレイ男性は、時折強い嫉妬心を、ツインレイ女性に感じることがあります。ツインレイ同士は唯一無二の存在であり、誰かに奪われるのは避けたいという思いが、とても強いです。しかしこの感情をコントロールすることは重要で、相手を束縛するわけにはいかないと理解しています。そのため、本音を隠すことで、自分の強い嫉妬心を上手に隠そうとしているのです。使命に追われている、ツインレイ男性がツインレイ女性と出会った際、彼はこの人を守るという強い使命感を抱きます。この使命感が彼の心をいっぱいに占め、その結果、ツインレイ女性への愛情表現がおろそかになることがあります。彼は自分の使命を果たすことに全力を注ぎ、その中で、ツインレイ女性への愛情が後回しになることがあるかもしれません。しかし、この行動は純粋な思いから生まれており、ツインレイ男性が大切な人を守るために、尽力している姿勢を理解してもらえればと思います。そして最後に、ツインレイ男性の本音を知る方法を紹介していきます。自分から積極的に愛情を示す。ツインレイ女性は、ツインレイ男性に対して、主導的に愛情を表現してみましょう。時には、言葉ではなく行動や優しさで気持ちを伝えることが効果的です。ツインレイ男性が、本音を言わないのは、自分の気持ちを上手する方法がわからない場合もあるかもしれません。ですから、ツインレイ女性が率先して、愛情を示すことで、お互いにとって、心地よいコミュニケーションの一歩を踏み出すことができます。小さなことでも伝える。ツインレイ同士の関係では、小さなことでも、お互いに気軽に言い合えることが大切です。ツインレイ男性が本音を言わないのは、時には、自分の気持ちを抑えてしまっているかもしれません。ツインレイ女性が率先して、些細な出来事や感じたことを共有することで、ツインレイ男性も心を開きやすくなります。お互いの素直な気持ちを伝えることで、より深い結びつきが生まれるでしょう。ツインレイ男性を安心させてあげる。ツインレイ男性が本音を隠しているのは、時に自信を失っていることが影響しているかもしれません。ツインレイ女性は、私にはあなたしかいないという安心感を伝えることが大切です。彼に対して大丈夫だよ、あなたといるだけで幸せだよという言葉や態度で、プレッシャーを和らげ、一緒にいることが安心できる環境を整えましょう。ツインレイ男性が安心して、本音を打ち明けられるよう、お互いの不安や疑念を共有し、共に成長していくことが大切です。ツインレイ男性は時折、自分の本音を言わないことがあります。その理由は、
ツインレイ女性に嫌われたくないという気持ちが強く働いているからです。しかしこれはお互いの関係をより深めるチャンスと捉えることができます。本音を伝えることは怖くないと、ツインレイ女性が前向きなステップを踏むことで、ツインレイ男性も自分の本音を打ち明けることに対して安心感を覚えるでしょう。本音を伝えるのは怖いことではないと、ツインレイ女性が導いてあげましょう。きっとツインレイ男性も本音を明かしてくれるようになるはずです。